日本大学日本大学経済学部、大学院経済学研究科、日本大学経済学部本館日本、大学経済学部は、経済学科、産業経営学科、金融公共経済学科の産学科を用し教育、研究する日本大学の学部である。また、日本大学大学院経済学研究科は、経済学の理論及び応用を教育、研究する。 大学院の研究家である。略称として、日大経済、または、ヌスが用いられる。また、公式な略称として、日系も用いられる。国内にある大学の経済学部としては、学生数やゼミナール数は、日本最大級の規模といえる。学部内の研究所として、経済科学研究所、産業経営研究所、グローバル社会文化研究センターが置かれている。 日本大学経済学部は東京都千代田区神田三崎町の神田三崎町キャンパスに所在し JR 水道橋駅から徒歩3分程度の場所に本館がある。経済学部の本館、2号館、3号館の3つの校舎と7号館は白山通りを挟んで立地する。神田三崎町キャンパス内には法学部も所在する。法学部は 白山通りの経済学部7号館側の道を入ったところに立地する。かつては通信教育部も神田三崎町キャンパス内に所在していた。神田三崎町キャンパスは学生街の神田三崎町、古本の町として知られる神保町、東京ドームなどが周辺にある典型的な都市型キャンパスである。経済学部は日本大学と解消された。 翌年の1904年に、唱歌として創設され、1920年の大学令により小学部の唱歌となった後、一時は、存続が危ぶまれたが、昭和に入ってから、小経学部に改組し、その後、経済学部に改称された。小学部経済学科、小経学部経済学科、経済学部の順に変遷している。その後、経済学部から、小学部を、 分離独立させた。1903年当時の校舎旧、小経学部校舎多学部と連携した、相互履修制度がある。以下は、経済学部の大学院研究科である。キャンパスは、東京都千代田区神田三町の、日本大学神田三町キャンパスに位置する。すべての通常授業は、神田三町キャンパスでのみ実施され、 総合運動場や菅平研修所では、通常授業は実施されない。日本大学経済学部3号館、日本大学経済学部7号館すべての通常、授業が行われる。アクセス通常授業は実施されない。年1回開催の体育祭などが実施される。アクセス通常授業は実施されない。構成施設であり、ゼミナールやサークルの合宿に利用される。 アクセス正解財界学会芸能、マスコミスポーツその他、あるようでない日系データ。経済学部。http://www.eco.nihon-u.ac.jp スラッシュアバウトスラッシュ2018年2月7日閲覧。研究、図書館。経済学部。 http://www.eco.nihon-u.ac.jp/. <ッ>リサーチ /.2015 年11月21日閲覧。菅平研修所施設,設、設備学生生活日本大学経済学部。日本大学経済学部。 h t t p s w w w e c o n i h o n u a c j p s t u d e n t l i f e f a c i l i t ス t r a i n i n g c e n t e r 2020年10月22日、閲覧 w e b オープンキャンパス日本大学経済学部日本大学経済学部 https://www.eco.nihon-u.ac.jp:/weboc/2020 年10月22日閲覧ありがとうございます。